はい、13時になりました。ですので企画開始から13時間経過ですね。まあね、途中にだいぶ休んでしまったんで、数がそんなに増えてませんけど、今の段階で、81本上がってますね。まあ、82本目がもうすぐ上がるかなっていうところですね。で、っていうことは、プラス10、プラス10本ね、予備で作ったっていうのがあるんで、92本っていう計算ですね。そうするとどうなんだ？12時間、10分に1本タクトだったら78本なんで、あんだけ寝てましたけど、一応、10分1本タクトは確保してるんですね。これが8分1本タクトぐらいにはなってるんですね。まあ多分、この後ね、10秒ぐらいの動画とか、一時期ダーッと出してたじゃないですか。あのモードに入ったら一気に多分動画の投稿が入っていくと思うんで、結構稼げそうですね。あ、って言っとったか。もう、新しいのか。さてと、まあ、焼きそばも食べましたし、ちょっとデザートでもね、食べましょうかね。しばらくこれのパクパク動画にしようかな。もうあの画面も見飽きたでしょ、皆さん。ね。ということでね、パンは給油台でね、アイスね、ちょっと買ってきましたよ、ということでね。なんかね、1号館に行ったらこんなね、バニラアイス売ってましたね。なんか、海外地区ですね。このサイズね、いいですよね。これぐらいサイズあると食べ応えあっていいですよね。ということでね、なんだろう、なんか大陸がありません、ね。まあ、アメリカのやつなのかな。なんか、いい感じになってますね。なんか、そういった、アメリカの大きさで、なんか、こう、大陸の中で育った、ね、牧場って感じのね、アメリカン、甘いのかな。どうなんでしょうね。ちなみにどこだ、これ。朝日さんで、原産国ニュージーランドってなってますね。ニュージーランドか。ってことはあれか。全然アメリカンじゃないね。大陸じゃないんで、島国だね。思いっきり島国ですね。まあでもニュージーランドも有名ですもんね。やっぱ、放牧とかね、そういったのが、有名なところなんで。いいですね。どうやって開ける？あ、横ペリペリタイプか。こうか。左に曲げます。硬いね。お、いた。お、ベリベリベリ。いいですね。硬い。ベリベリと。ここから蓋を押し上げるのな。よし。あ、こうか。おお、すげえ、開いた。あ、いや、内蓋みたいなシールがなくて、直接こういう感じなんですね。アメリカじゃなかった。うん。王子はいいんだよ。オーストラリアか。いかんね。ワラビーですもんね。オールブラックスですからね。いいですね。ホールブラックスって言っとって思いっきり真っ白のバニラ食ってますけど。でも何だったっけあれ、サッカーのフットボールの、確かニュージーランド代表はオールブラックスじゃなくてオールファイツだったっけとかっていうような、あったりしますらしいですよね。確かサッカーだったと思いますね。美味しそう。すごい。バニラの粒がしっかりと見えますね。ちょっとぼちぼち食べていきましょう。うん。濃厚。めちゃくちゃクリームっすね。あ、でもそんな余ったとこはないしね。うん。甘いですけどね。甘さよりもミルクジューシー、めちゃくちゃミルキー、すげえ美味しいな。いいですね。やっぱいいアイスをたまにはね食べるのもいいですよね。
よし、できた、できた。そう、一発目のやつはね、設定しないといけない感じですけど、二発目以降はね、簡単に投稿できるんでね。ドライブ動画に入ったんで、それなりに尺があるんで、ちょっと食べる時間もできそうですね。ごちそうさまでした。いただきました。いやー、いいですね。ミルキーなんで感じ、甘々っていう感じじゃないんでね、全然ペロッときちゃいましたね。いやー、美味しかった、美味しかった。で、糖分をね、入れている間に、動画自体は、今、100本超えたのか。ストックの分とね、予約してある分と合わせたら、今102本、動画投稿ができてます。時間は、14時20分ってことでね。まあ、いいペースなのかな。結構な量になりましたね。シリーズも40番まで来ましたね。今、うちのところが、編集してるのがちょうど100番のシリーズやってるんで、そうすると4分の1じゃないか、10分の4だから5分の2ぐらいまでは来ましたね。もうちょっとで半分っていうところですよね。あとは51は半分ですかね。とはいえ、こっから1シリーズあたりの、ね、本数が増えるのと、細かい動画がいっぱい増えてくるんで、それ何にもかかると思います。一応ちょっと画面戻しましょうか。